メンフィスとその墓地遺跡ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯はエジプトにあるユネスコの世界遺産登録物件の一つ。その名前に端的に現れているようにエジプトのピラミッドとしてよく知られている特徴的なピラミッドの数々が含まれている。また、これもその名前に現れている通り。 エジプト国王国期の首都メンフィスとメンフィスに都した王たちの墓地遺跡であるギザやサッカラダハシュールの遺跡群が含まれている。この遺跡群の多くはエジプト国王国期にあたるエジプト第三王朝からエジプト第六王朝期にかけて建設された。この世界遺産は都市遺跡メンフィスとメンフィスの反対側ナイル川西岸にある墓地遺跡群からなる。もっとも北にある 墓地遺跡はアブロワ州であり、その南にギザ、ザビエトアルイコールアルヤーン、アブシール、サッカラ、さらにダハシュールと続く一帯が世界遺産となっている。この墓地遺跡群は南北およそ3 0トルにわたって広がっている。メンフィスはエジプト初期王朝時代であるエジプト第一王朝期に首都として建設された。ここに首都が置かれたのは上、エジプトと ゲエジプトの境界線に位置する要衝であったためである。以後エジプト皇王国期、さらにエジプト第一中間期にあたるエジプト第八王朝までエジプトの統一王朝はメンフィスに遠いっていた。その後も古代エジプト期を通じて重要な都市であり続け、エジプト第十八王朝期には一時的に首都が置かれていた。現在では、プタハ神殿の遺構やアラバスター製のスフィンクス、 ラムセス2世の巨像などが残されている。この遺跡群の内最北に位置するアブ・ロアシュには、クフの次の王であるエジプト大王王朝、ェドエフラー王のピラミッドが存在する。ただし後世において破壊され、現在では基礎部分しか残存していない。ギザのダイスフィンクスとカフラー王のピラミッドアブ・ロアシュの8キロメートル南にあるギザには、 上記のエジプト第四王朝の三人の王であるクフ、カフラー、メンカウラー王の三つのピラミッドがある。この三つのピラミッドは三大ピラミッドと呼ばれ、最も壮大で著名なピラミッドであるとされ、保存状態も比較的良好であることから、世界中から観光客が訪れるエリアである。また、カフラー王のピラミッドの参道を守る位置に存在する。 ギザの大スフィンクスもこの遺跡群に含まれている。アブシールは主にエジプト第5王朝の墓地として使用され、サフラー、ネフェルカラー、シェプセスカラー、ネフェルエフラー、ニューセルラーの5人のピラミッドが存在する。サッカラはエジプト第2王朝期から王家の墓地として使用されてきた場所であり、最古のピラミッドとされるエジプト第3王朝。 ジョセル王の階段ピラミッドもこの土地に建設された。エジプト第四王朝期には、ピラミッド建設はギザに移動したものの、エジプト第五王朝の創始者であるウセルカフは、サッカラのジェゼル王のピラミッドに隣接して、ピラミッドを建設している。その後一旦王母は、アブシールに移動したものの、第五王朝後期からエジプト第六王朝にかけては、再びサッカラに、ピラミッドが建設されるようになった。 この遺跡群の最南端に位置するダハシュールにおいては、エジプト第4王朝の創始者であるスネフェル王のピラミッドがあるほか、エジプト中央国旗にあたるエジプト第12王朝のアメンエムハト2世やアメンエムハト3世、センセルト3世のピラミッドが存在する。ただし、スネフェル王のピラミッド2期がかなり原型をとどめているのに対し、中央国旗のピラミッドはすべて大きく崩れ、 原型をとどめていない。この世界遺産に登録されているピラミッドのうちで、最も古いものは、サッカラにある、エジプト第三王朝二代、ジェゼル王の階段ピラミッドである。このピラミッドはそれまでエジプトで、一般的だったマスタバ状の各層を六段、積み重ねて建設された階段ピラミッドであり、エジプト最古のピラミッドと呼ばれている。この形状は、ジェゼル王の最小であったイムホテプによって、 考案されたと伝えられている。また、このジェゼル王のピラミッドは、それまでの日干しレンガ製のマスタバに代わりすべてが石器像で作られたエジプト最初の巨大建築であった。このピラミッドは後世に巨大な影響を与え、以後エジプト広国期を通じ歴代の王はピラミッドを続々と建設していった。その中でも著名なものはダハシュールにある、 ジェセル王より4代後のエジプト第4王朝初代で、あるスネフェル王の建設した屈折ピラミッドである。スネフェルは在世中に自らのピラミッドを3つ建設しており、屈折ピラミッドはその2つ目に当たる。屈折ピラミッドはその名の通り、途中で傾斜角度が変わっていて、上部の方がより緩やかな角度になっている。なぜこのような形状にしたかについては、 いくつかの説が存在するものの定説は存在しない状態である。スネフェルは屈折ピラミッドを建造した後、同じダハシュールにもう一つピラミッドを築いた。これは、階段上でも屈折上でもなく、直線のラインを持った世界初の神聖ピラミッドであり、表面にある花崗岩が赤いことから赤いピラミッドと呼ばれる。ギザのピラミッド群の地図ギザのピラミッド群。 すぐそばにまでカイロの市街地が迫っているスネッフェルの次の王であるクフはギザに王母の地を移しギザの大ピラミッドを築かせた。このピラミッドはエジプトのピラミッドの中で最も巨大かつ美しいピラミッドとして知られており建設時には146メートルの高さを誇り3000年以上にわたって世界で最も高い建造物となっていた。 ピラミッド中で最も著名なものであり、紀元前2世紀に、ビサンチウムのフィロンによって選ばれた世界の七不思議の、うちの一つであり、また唯一現存する、建造物である。それまで、王母の地となっていなかったギザをクフが、ピラミッド建設の地に選んだのは、地盤が安定しており、巨大ピラミッドの建設に耐えられたこと、及び部材である質の高い石灰岩が、 近隣に大量に産出しており、それを利用することで建設が容易になることを計算したことが挙げられる。クフ王のピラミッドの東西にはそれぞれ墓地が建設されており、また東側には南北に3基の小型のピラミッドが並んでいる。このピラミッド群とクフ王のピラミッドの間には小型のピラミッドが一つ建設されており、衛星ピラミッドと呼ばれている。このピラミッドは 本体の5分の1の大きさで本体に存在する構造をすべて兼ね備えているため、本体を建設する前に実験的に作られた模型のようなものであると考えられている。クフの二代後の王であるカフラー王も同じくギーザにカフラー王のピラミッドを建設した。このピラミッドは建設時には144メートルの高さを誇った2番目に高いピラミッドであり、またピラミッド建設当時には 多くのものに施されていたとされる石灰岩の化粧石が頂上付近に残っている。また、カフラー王のピラミッドの入り口にギザの大スフィンクスを建造させたのもこの王であるというのが定説となっている。ギザの大スフィンクスはそのままスフィンクスと通称され、もともとそこにあった岩山を掘り下げて建造された彫像である。 一枚岩からの掘り出しとしては今なお世界で最も大きな石像である。スフィンクスはカフラー王のピラミッドへの参道の入り口に建設されているためカフラー王のピラミッド複合体の一部であると考えられることもあるがスフィンクスを備えたピラミッドは他に存在せずそれ以外のピラミッドの共通要素をカフラー王のピラミッドはすべて備えているためスフィンクスとピラミッドの間には 大きな関係がないとの学説も存在する。カフラーの次の王である、メンカウラー王もギザに、メンカウラー王のピラミッドを建設した。このピラミッドは、クフ王及びカフラー王のピラミッドに隣接して建設され、この三つのピラミッドを合わせて三大ピラミッドと称する。ただし、メンカウラー王のピラミッドは、他の二つに比べて高さが約半分であり、やや小さなものとなっている。 ただし、ピラミッド本体以外のピラミッド遺跡群の必要要素はすべて備えており、その規模も小さなものではない。ギザにピラミッドが建設されることはこれ以降なく、ピラミッド自体もこれを最後として、以降は縮小の道をたどり、部材も日干しレンガの使用に逆戻りしたために、耐久性に劣り、多くのピラミッドが崩壊した姿となっている。 ただしピラミッドの建造自体はエジプト王国期を通じて続いており、特にアブシールは第5王朝期においてギザに匹敵するピラミッド群が建設された。サッカラにも第5王朝、第6王朝期に多くのピラミッドが建設されている。また、エジプト中王国期にはダハシュールにいくつかのピラミッドが建設されている。メンフィスとその墓地遺跡。 特にギザにある三大ピラミッドはエジプト最大の観光名所となっており世界中から多くの観光客が訪れる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。